皆さんおはようございます。おはようございます。平成28年9月1日に招集となります。9月市議会定例会の観光議案11件、予算議案7件、決算議案2件及び報告4件の計24件につきまして、説明を申し上げます。まず最初に協力委員会議員の任命につき同意を求めることについてでありますが、本市教育委員会委員のうち小松英子さんが本年9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き委員として任命することにつきまして法律の規定により委員会の同意を求めるものであります。小松さんの主な経歴につきましては資料に記載の通りでありますので割愛をさせていただきます。2番目に西袋財産区管理委員の選任につき同意を求めることについてであります。西袋財産区管理委員7名が本年9月30日をもって任期満了となりますので、その後任を選任するにあたりまして条例の規定により議会の同意を求めるものであります。今回選任いたしますのは西袋区長会長、西袋区長会長から推薦のありました安藤米吉さん、佐藤義治さん、根本清さん、浜野康さん、山寺義治さん、和田俊井さん、および渡辺真一さんの7名で、いずれの方も地域の信望が厚く、西袋財産区管理人として、適任と存じ提案するものであります。続いて、人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてでありますが、本市の人権擁護委員のうち後藤幸子さんおよび横山民恵さんが本年12月31日をもって任期満了となりますので、引き続きこのお二人を候補者として法務大臣に推薦したく、法律の規定により議会の意見を求めるものであります。後藤さん、横山さんの主な経歴につきましては資料に記載のでございます。続きまして専決処分の承認を求めることについてでありますが、専決処分した案件は専決第5号北川市一人親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例であります。本件はその性質上緊急を要し議会を招集の上ご審議いただく時間的余裕がなく選挙処分をしたものであり、議会に報告し承認を求めるものであります。改正点は児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い引用条項を改めたものであります。続きまして須賀川市地方活力向上地域における固定資産税の付近一課税に関する条例でありますが、本案は地域再生法の規定により福島県が内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に定められた区域内において計画の認定の日から平成30年3月31日までの間に県から特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者に対しまして、その施設のように供する土地、建物、焼却資産に対して課される固定資産税の税率を3年間に限り、均一課税を適用し、交付の日から施行するものでございます。次に、指導路線の認定についてでありますが、今回認定する路線は開発行為により整備されました、森宿あざ狐石地内の1路線、東日本大震災により被災した岩淵あざ上松地内の開発行為による指導1路線、市単独の補助事業である指導復旧事業において、復旧された路線で、土地所有者から寄付を受けた4路線、および長沼あざ北町地内の藤沼湖下流域被災住宅移転事業による道路1路線で計7路線であります。この認定によりまして指導の総延長は
2930路線で約1496キロメートルとなります。次に財産の取得についてでありますが、富士沼港下流域の復旧のため整備する公園用地の取得について地権者と土地売買契約を締結するにあたり、地方自治法などの規定により議会の議決を求めるものであります。今回は本年3月議会以降に協議が整いました用地分であり、残りの用地については今後協議が整い次第議案を提出する考えであります。取得する土地につきましては資料記載の通りでございます。次に須賀川市農業水利施設等全再生事業基金条例でありますが、東京電力福島第一原子力発電所事故によりまして、ため池等の農業水利施設が放射性物質に汚染され、営農や施設管理等に支障が生じておりますので、福島再生加速化交付金の活用によって、営農の再開と農業振興を図るため基金を設置し、円滑な事業の推進を図るものであり、交付の日から施行するものであります。次に須賀川市富士沼湖周辺施設条例の一部を改正する条例でありますが、富士沼湖周辺施設の管理及び運営を指定管理者が行うことができるように所要の改正を行うものであり、平成29年4月1日から施行するものであります。次に須賀川市市民の森条例の一部を改正する条例でありますが、福島定住等緊急支援交付金を活用しまして、市民の森に整備を進めてまいりましたクロスカントリーコースおよびシャワー設備の利用開始にあたって、必要事項について定めるものであり、交付の日から施行するものであります。次に須賀川市立稲田小学校校舎改築工事のうち建築主体工事の受け売り契約の変更についてでありますが、工事受け売り業者から工事受け売り契約締結後における単価適用日変更の運用基準に基づき変更協議の請求があり、協議が整いましたので契約金額が変更となり、地方自治法などの規定により議会の議決を求めるものであります。次に補正予算関係でありますが、10ページをご覧いただきたいと思います。今回の9月補正予算の概要でありますけれども、一般会計におきまして2億5282万6000円の補正額ということになります。特別会計並びに水道事業会計については資料記載の通りでございます。その補正内容の詳細については11ページから14ページまで資料に記載をさせていただいておりますので省略をさせていただきます。それでは7ページにお戻りいただきたいと思いますが、19番でありますが、平成27年度須賀川市一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定について、平成27年度須賀川市水道事業会計、未処理分利益剰余金の処分及び決算の認定について、これら2件につきましては平成27年度の決算について議会の議決を求めるものであります。次に専決処分の報告についてでありますが、専決処分しました案件は専決第4号損害賠償の額の決定及び和解についてであります。本件は相手方が所有する自家用車を配偶者が運転中、市道から店舗敷地内へ乗り入れる際、歩道路面と車両が接触しバンパー、タブを破損したものであり、損害賠償につき協議が整ったものであります。なお損害賠償額については市が管理する
賠償責任保険から全額補填をされております。詳細については記載の通りでございます。次に平成27年度須賀川市一般会計予算継続費の精算報告についてでありますが、平成25年度および26年度須賀川市一般会計予算において継続費を設定いたしました認定大東子ども園整備事業、災害公営住宅整備事業、第二小学校校舎改築事業および第一小学校校舎災害復旧事業の4事業について平成27年度をもって継続年度が終了しましたので、地方自治法施行令の規定によりまして実績額等を報告するものでございます。次に平成27年度須賀川市水道事業会計予算継続費の精算報告についてでありますが、平成25年度須賀川市水道事業会計予算におきまして継続費を設定しました白山排水池改築事業について平成27年度をもって継続年度が終了いたしましたので地方公営金融法施行令の規定により実績額等を報告するものでございます。最後に平成27年度須賀川市健全化判断比率及び資金不足比率についてでありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成27年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のいわゆる財政の健全化判断比率並びに公営企業におけます資金不足比率はいずれも早期健全化基準に達しておらず健全な範囲にございます。これら2件につきましては平成27年度の決算の結果に基づきまして議会に報告するものであります。詳細は資料の表示でございます。以上でございます。市内の産業基盤の強化および雇用の創出や市内経済の活性化に寄与することを目的に本社機能移転に係る市独自の新たな支援制度を創設することといたしました。対象となりますのは地域再生計画福島県地方活性化工場地域特定業務施設整備促進プロジェクトの指定を受けた事業者ということになります。支援内容でありますが、まず本社事業所等を立地奨励金といたしまして、土地取得につきましては取得額の 60%、 今回これにつきましては上限額を設けておりません。次にその事業所賃借料、年間賃借した場合のですけれども、年間賃借額の 30% を3年間、次に雇用促進奨励金といたしまして、新規雇用者の場合はですね、市内居住者の場合には50万円を3年間、市外居住者の場合も15万円を3年間、そしてこの本社機能移転によって転勤をされる方、転勤者につきましても20万円を3年間奨励金として考えております。最後に高速道路を利用奨励金といたしまして、本社機能を移転した場合の高速道路利用料について年100万円以内を3年間奨励金として考えております。この本社機能移転にかかる支援制度でありますけれども、これまで工場等の企業誘致についても取り組んでまいりまして、
最大の支援制度を創設しておりますが、合わせてですね、今回この本社機能移転についても積極的に進めてまいりますために創設するものでございます。以上です。はい、それではですね、秩父宮記念スポーツ博物館巡回展でありますが、本市で開催をされることが決定をし、今年度は本市を含めて全国4カ所での開催ということになりました。期間につきましては、今年の10月8日土曜日から11月13日日曜日までの32日間でおります。会場は佐川アリーナ内の村屋幸吉メモリアルホールでございます。内容でありますが、本市出身の津村屋幸吉選手がオリンピック陸上競技男子マラソンで銅メダルを獲得いたしました。1964年東京オリンピックの資料展示などでございます。リオデジャネイロオリンピックの興奮も冷めやらない中でありますけれども、4年後の東京オリンピックの開催の意味や機運を高めるきっかけとなればと考えております。